アメリカの一部で人々の心の中に変化が生じている。かつての優しさや思いやりが薄れ、冷たい現実に取って代わられつつある。ホームレスを見ても絶対に目を合わせない。道路で人が倒れていても手を差し伸べない。突然の訪問者には冷たくドアを閉める。電話の呼び出しにも耳を傾けない。これらの行動の背後には経済的な厳しさが潜んでおり、インフレの影響で人々の心が変わり果ててしまったのが現状だ。ホームレスの人々が道端に現れても、多くの人々は彼らとの視線を交わすことを避ける。昔は助けの手を差し伸べることが一般的であったが、現在では経済的な不安やストレスが人々を取り巻いており、他者への思いやりが薄れつつある。彼らは過酷な現実に立ち向かう中で、他者への気配りが後退しているのだ。また道路で誰かが倒れていても、周りの人々は手を差し伸べることをためらうであろう。過去には困っている人に対して助けの手を差し伸べることが一般的であったが、現在では自分の問題に精一杯になり、他者には目を向ける余裕がない。安全運転や交通安全に対する意識も薄れ、事故やトラブルに対する冷静な対応が難しくなっている。さらに突然の訪問者や電話にも対応が変わってきているのではないだろうか。かつては訪ねてくる友人や近隣の人々に対しても親しみや歓迎の気持ちを示すことが一般的であったが、今では予測不可能な出来事に対しては防御的になりがちだ。インフレの影響で経済的な不安が拡大する中で、他者とのコミュニケーションが希薄になり、人々は自己保身に走る傾向が強くなっている。このような現状は、経済的な厳しさが人々の心に変革をもたらしていることを示している。ただし、社会全体での理解と共感が広がり、経済的な不安を軽減する努力が必要である。過酷な状況にあっても、人々がお互いに支え合い、優しさを取り戻すためには、社会全体での取り組みが欠かせないだろう。アメリカの道路での安全運転がますます難しくなってきた。なぜなら、安全運転を心がけるドライバーが増えると、逆に後ろを走るドライバーがイライラし、怒りっぽくなり、時には事故を引き起こすことがあるからだ。その裏には現代社会を揺るがすインフレの影響が横たわっている。一部のアメリカ人たちは生活の厳しさから来るストレスで忍耐や優しさを見失いつつある。かつての道路は安全運転を重んじ、交通規則を守ることが一般的であった。しかし最近ではインフレの影響により、多くの人々が生計を立てることに苦しむようになり、その影響が運転にまで及んでいる。物価の上昇に伴い、多くの家庭が予算を厳しく管理せざるを得なくなり、生活全般にストレスが蓄積されているのだ。安全運転を心がけるドライバーが増えると、その運転のスタイルが後続車に対して遅いと感じられることがある。これは急いでいるかイライラが募っている運転者にとっては耐えられない状況であり、そのイライラが怒りへと発展することがある。安全運転をするドライバーが速度を抑え、交通規則を守る一方で、一部のドライバーが
これに対して攻撃的な態度を取ることが増えているのが現状である。特にインフレにより家計が圧迫され、生活が厳しくなる中で、多くの人々がストレスや焦燥感を抱えている。これが運転中に現れ、他のドライバーとの摩擦を引き起こすことがある。昔は運転中も相手を思いやる余裕があったが、現代では生計の厳しさからくる疲労が運転者たちの心に影を落としているのだ。このような状況が続く中で、安全運転を心がけるドライバーは他者との摩擦を避けつつも、常に周囲の安全を考えることが求められている。同時に社会全体での安全運転教育やストレスの解消策の普及が、より安全な道路環境の構築に寄与することが期待される。アメリカを襲うインフレが今年のクリスマスシーズンに深刻な影響を及ぼしています。物価の上昇により、多くの家庭が予算の制約に直面し、クリスマスの祝いに影が差しています。今年のクリスマスが近づく中、アメリカではインフレの波が世間の注目を集めています。食料品、エネルギー、日用品などの価格が上昇し、消費者は高騰する物価に苦しんでいます。これによりクリスマスの買い物シーズンにおいても予算を守ることが難しくなり、多くの家庭が慎重な支出を余儀なくされています。特に贈り物の購入においては、インフレの影響が色濃く現れています。去年までのように予算内で贈り物を選ぶことが難しくなり、多くの人々が贅沢を我慢し、予算を削減せざるを得ない状況です。高額な商品や特別な体験をプレゼントすることが難しくなり、シンプルで控えめな贈り物が増えています。また食料品や飲み物においても、インフレがクリスマスの夕食に影響を与えています。家庭ごとに異なる予算の中で、クリスマスディナーのメニューを考えることは一層難しくなっています。高騰する食材価格により、家庭ごとにアレンジされたり、節約の工夫が凝らされたりしています。このインフレの中で、アメリカの家庭はクリスマスの精神を守りながらも、予算に合わせた節約が求められています。贈り物やディナーが素朴であっても、大切なのは家族や友人と共に過ごす時間であり、その思い出が価値あるものとなるでしょう。アメリカのクリスマスはインフレの波に揺れ動いていますが、家族やコミュニティとの絆を大切にし、互いに助け合いながら難局を乗り越えていく姿勢が、今年のクリスマスにおいても新たな希望と温かさを築いているのです。